お久しぶりです。ライターのしおりです。今日はちょっと遅ればせながらにはなってしまったんですけど、今月発売されたミスターパートナーの12月号の紹介をしたいと思います。一つ前の動画で、カイジのゆうくんと一緒にイギリスに行ってきますっていう動画をアップしたんですけど、あの時にこのミスターパートナーさんの合計で4特集ぐらいを一気に取材をしてきて、これがその初めて出す特集になります。なので私がゆうくんと一緒に作る初めての特集で、ちょっと思い出深い号にもなってます。今回がこのクリスマスに味わうアフタヌーンティーということで、ロンドンにたくさんあるアフタヌーンティーの中からちょっとこうキャラクターとか劇とか、その作品をテーマにしたものであったり、内装とかロケーションとかちょっと雰囲気重視のものであったり、こうクリスマスみたいなこう特別な日にも使えるようなアフタヌーンティーを私なりに厳選して約10箇所ぐらいをまとめて掲載してます。でゆうくんが撮り下ろしてくれた写真もあるし、ちょっと去年のクリスマスの雰囲気をお借りして使った写真もあるので、かなりちょっとクリスマス気分を味わえるような内容になっています。でもう一つ後ろの方にある特集も担当させていただいていて、これは日本からも通販でお取り寄せができる紅茶屋さんを、ちょっと忘れちゃったけど、全部で5、6店舗ぐらいかな、イングランドからスコットランドからウェールズまで、こうイギリス全土を網羅する感じで、まあ、教えたくないような紅茶屋さんばっかりなんですけど、ピックアップして厳選して紹介しています。で各紅茶屋さんからクリスマスに飲むのにおすすめの紅茶っていうのもランキング3ぐらいでいただいてるので、ちょっと皆さんクリスマス紅茶何飲もうかなって思ってる方は、ぜひその紅茶屋さんのおすすめも参考にしてもらいたいなと思います。で今回はこの2つの特集だったんですけど、まだあと3特集ぐらい年明け春夏と一気にこう出していくので、まあ、皆さんまたちょっと告知するので見ておいてほしいのと、まあ、書店に立ち寄ったらぜひ今月号と、あと Kindle でも販売されてるので、まあ、ネットの方がいいっていう方はネットでも購入ができるので、ぜひチェックしてみてください。以上告知でした。ありがとうございます。